よし、タキラサムです。いやー、ホークス対ホークス3連敗まあね、まあ、去年は5連敗スタートですから、開幕戦から。今年は現状1勝4敗、開幕戦通ってるんでね、去年よりは良いんじゃないかなというふうに思います。まあね、今日小沼と小川と山口浩輝がその体調不良で、2022特例で、まあ、登録抹消になりましたけれども、その代わりに、佐藤翔馬と池田ライト、このねルーキーの池田と育成から上がった佐藤翔馬、一軍上がってきて即スタメン即登板ということで、まあまあ池田ライトね、ヒットは出なかったけれども、まあ、佐藤翔馬はね、非常にこう味のあるピッチングを披露してくれて、なんか非常にこうね、朗希があんな剛腕投げたりと剛腕を振るったりとかしてますけれども、ああいうねこう遅い球でも抑えられるんだと。関東移行から選手大学ですからね、育成で取れたのは非常にこうマリーンズ的にはラッキー、逸材を取れたんじゃないかなというふうに思いますが、とはいえまあ今日はね、まあホークス3連敗、今4連敗中というところですけれども、まあでもね、今日はマーティンがようやくヒットが出てね、昨日言ったでしょ、昨日マーティンがレイワレレイブレイリンで終わるわけがないって。もう今日2安打です、マルチマルチね。あとアデーニーホームラン打ちましたし、まあまあちょっとずつね上昇の兆しが見えてきてるんじゃないかなと。打つべき人が打ってっていうところがありますので、まあちょっとね藤岡の状態が上がらないので、まあしばらくはね、エチェバリアショートで出ていくんじゃないかなと。で今日はね平沢、まあね、まあ昨日あれでしたけど、今日左ということで、今日はね池田ライトがスタメンで出ましたけれども、まあね、いい当たりもあったんで、まあ時期にねプロ入り初ヒットっていうのが出るんじゃないかなというふうに思います。はい、まあでも敗因という敗因はねえ、まあまあ、今日ヒット8本を放ったものの点が入らない、そこに尽きるんじゃないでしょうか。ピッチャー陣はね頑張ってるので、今日三馬さん5回まででしたけど、96球、4安打2失点ということで、まあまあまあもう1回ぐらいはね、まあクオリティスタートには足らないですけど、まあ試合は作れたんじゃないかなというところですしね、えこんな開幕直前とかも正月からですね、今年のホークスはっていう強くないと言いまくってた僕がね、ホークス戦3連敗してこんなの動画を上げてるっていうわけですけれども、まあ昨日ちょっと栗原が、まあある意味プレー中の事故で怪我をしてしまい登録抹消になりましたけれども、まあね栗原選手にはもう一日でも早い復帰をね、願ってまずはね治療に専念をしていただいて、だまあその栗原が抜けたホークスでもやっぱりこう今日も勝てずというわけでしたけれども、まあでもねマーティン打ったし、一応も打ったし、池田ライトも出てきたし、まあちょっとずつ、まあ菅野もね今日代打で出てヒット打ってますし、まああとは噛み合えば、トシ君また今日マルチで3割乗ってますからね。福田光輝も出ましたけど、まあ今日はヒットは出なかったですけどね、前に出た時にね試合をヒット打ちましたし、うん、もうちょっとです、もうちょっとの辛抱ね、5連敗スタートだった去年に比べたらまだマシというところです。はい、というわけでね、もう敗因とかは分かんないですけど、まあでも
とりあえずね、前を向いていくしかないです。はい、というわけで、明日、横浜先発、石川歩夢。ね、今ね、マリーンズ唯一勝利を挙げてるピッチャーですから。対するライオンズは、高橋光成、ね、エース同士の対決ですね。マリンで、6時プレーボール。明日からね、こう結構4月にもなりますし、暖かくもなるような予報も出てるので、まあね、そこをマリンズの一つのね、きっかけとして、浮上していっていただければなというふうに思います。というわけで、まあ、まあ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 、143分の5ですよ、まだ。うん、全然全然、去年なんてね、マイナス5から始まったんですから、今年まだマイナス3ですよ。全然全然ね、もうマリーンズを応援してる皆さんは、そんなね、もう負け越しとかもう連敗とか慣れてるはずなのでね、何年だっけな、開幕11連敗なんて年もありましたから、もうそれはもう今もうその可能性はゼロなわけですから、もう勝ってるに1個というわけでね、前を向いていきましょう。というわけで、池田ライト選手、佐藤翔馬選手、一軍デビューおめでとうございます。非常に味のある選手です。応援しております。というわけで、以上トランキーローサブロでした。よいしょ。